こんにちは。今日から始める安心着物、着物羅漢児玉です。今日はお客様からのこうちょっとリクエストがありまして、あえてって言ったらおかしいですけど、私が女性物のねこう浴衣の着付けということで、今日はちょっとお見せしたいと思います。で、基本的には市販品をちょっと使わせていただいてですね、今一応浴衣着付けするために必要なものをですね、まず基本的に浴衣、それからですね、下着ですね、浴衣用のこう、浴衣下で、それからですね、腰紐1本、もしくはですね、ウエストベルト、こうした伸縮性のあるものですね、こうしたものがあればこの方が着崩れがしにくいですね。それからちょっと大事な点としては、伊達締めはこうやっぱりちゃんとしたものが1個あった方が絶対いいです。それからやっぱり襟元を崩さないために、後輪ベルトがあれば後輪ベルトがあった方がいいですね。後輪ベルトというのは基本的にこういうゴム状のものにですね、こうクリップがこうついたようなものですね。それからですね、から帯板と半幅帯ですね。それとですね、基本的に浴衣の場合でもできたらこうして和装用のブラジャーをしていただいた方がいいというお話はしております。っていうのが、ですね、よくあるんですけれども、何にもこうした下のファンデーションというかですね、つけないとですね、こう帯を締めた時にこう胸がこう上にこう乗っかってしまうんですね。で、こう胸がこう乗っかってしまう浴衣の姿をしていると、おばあちゃんがこう着物を着てるような感じに見えてしまうので、ですから基本的には、和装用のブラジャーをしてですね、胸をですね、基本的に和装用のブラジャーというのは、洋装のブラジャーっていうのは基本的にこうトップにこう出すような形のものなんですけど、基本的には自分の胸をこう潰してですね、で、この肉を使ってここの鎖骨のへこみを減らすという効果がありますね。で、どうしてもこうしたものがない場合っていうのは、最近はスポーツブラとか、もしくはですね、ブラトップと呼ばれるような、タイプのものをこう使われる方が、あると思うんですけど、基本的にブラトップもカップが入って胸をこう出してしまうので、あまりこうブラトップで着るっていうのは僕はね、良くないというふうに思ってます。ですので、できたらばですね、どうしてもこう和装用の下着類がない場合は、スポーツブラみたいなもので胸をこう潰していただくっていう形を、取っていただければというふうに思ってます。ということで、今日は、ちょっと私が、私のこの体で申し訳ないんですけども、これを使ってですね、ちょっと浴衣の着付けというのをやってみたいと思います。で、ちょっと素肌に着るわけにいかないので、基本的には、うちのこういう既製品の、トールサイズの浴衣を使ってですね、捨ててこと半襦袢だけは着ております。まずですね、基本的にこう羽織っていただいて、襟先、このですね、掛け襟がかかった部分がありますから、ここを両手でつまんで、背中の背中心を片手、もう片手で持って、で、前後にこうずらしていただく。これをするとですね、左右の長さがぴったりになってきます。で、女性の場合はですね、基本的に男性と違って男性をこう詰めてしまうんですけど、女性はエモを抜きますね。
ちょうどくるぶし1個分って呼ばれてます。でこれ基本的にはですね、この抜き方というのは実際は髪の毛との問題になるんで、例えばショートカットの方の場合はあまりエモンは抜かない方がいいと思います。で基本的にロングヘアの場合の方の場合はエモンを抜く。もともとは結局ですね、髪の毛がこうあって、昔こうビンって言ってですね、こう髪を結った時にこれが、着物にこう当たってしまうというのを防ぐためにエモンを抜くというとこから始まってますので、で少しちょっとこう強めに抜いた状態で、そしてまず大事なのが、男性の時もお話ししましたけど、まず、お盆の手で浴衣をのこう襟先を持っていただいて、で女性の場合はおはしょりというのがありますから、まずこうして広げていただいて、まあ基本的にあの鏡とか別に見なくても大丈夫なので、こう自分の左右ですね、この縫い目が基本的にもし身幅が合ってるとすれば、基本的にこれをですねちょうど真ん中の位置にしてですね、そして一回ちょっとこんな感じに、すごく長く上げて、長くじゃないです、上げていただいて、そしてお尻に沿わすように、足の後ろかかとすれすれですから、もう一度お話しすると、一回こうグッと上げていただいて、これをスーッと下ろしてきて、裾すれすれですねの状態にしてですね、そして打ち合わせをこうしますけれども、まあ基本的に私これ今ねこう見ていただくとほぼ身幅的にはこのサイズで大丈夫なんですけど、私基本的にそうですね、こうヒップ周りというかで考えると、95から100ぐらいあります。ですので基本的に既製品っていうのはまあサイズっていうのがないですから、基本的にもう例えば S 寸、M 寸、L 寸っていうものでも、6寸5分の8寸というので作られてますので、まあ、若いお嬢さんなんかだともう本当にこれでは幅が広すぎてしまうと思うんですね。ですから、まあ、若いお嬢さんの場合ですね、まあ、ヒップがこうない方の場合は、まあ、今みたいにこう上げて少し下ろしてきた時にですね、ちょうどこの真ん中より少し右側にこうずらしていただいて、でこの打ち合わせをね少なくするっていう、これはだから自分の体のサイズで合わせていただきますね。で私の場合は基本的には男性ですし、基本的にまあ女性もんのこれを使ってもヒップサイズがほぼ一緒なんで、まずこう中心ですねのところでお盆の手をしたまま、まあ先ほども言いましたけど一度ちょっとこう強く上げていただいて、裾ギリギリですねまで引き下ろしていただいて、そしてまず襟先をお盆の手で持ったままで、下前がこう下がっちゃうことが多いので、少しここでちょっとこうグッと上げていただいて、手のところですね、で下前を下がらないようにして、そしてですね、まずこれで腰紐を締めるために、このタゴマリというかですね、こう長すぎてしまう部分を一回上にこうして引き上げます。よいしょ。して女性の場合は、まあ基本的に楽なのは腰位置なんですけれども、まあ特に若い方なんかの場合はお腹がウエストがへこんでると思うので、ちょうどあの上がってっちゃいますから、ウエストの位置でこうしてお尻もします。そしてこの袖口から自分の手を入れていただいて、
でこうしてですね、腰ひもの上に生地をこう下ろしていただいて、まあ前も同じことですね。よいしょ。こうたごまらないようにして、でこうお箸を まあこんな感じで、下ろしてきます。でここに帯立て締めをして帯板が来て帯が来ますので、でこの丈長さというのは基本的にその着物の丈によって変わってきますけれども、まあ先ほど言ったように帯位置によって変わってくるんですけど、まあ女性の場合は特に若い方の場合はちょうどこの胸の、ちょうど乳首の位置ですねぐらいにこう帯を締めます。で年齢が高くなると帯の位置が下がってきます。そしてこの上に帯を締めまして、本来で言うと、この帯の下から指先1本分ぐらいっていうのがおはしょりの長さになりますので、ちょっと実際これだと長すぎてしまいますね。で長すぎてしまった場合はまあ横着をすればですね、この腰紐こういうウエストベルトを使っていれば、これをこうしてちょっと上げていただければ、このおはしょりがですねより上の方に行きますから、余分な分がまあなくなってきて、先ほどお話したように帯を締めたところの指先人差し指1本分ぐらいの長さになると思うんですね。で、先ほど言った後輪ベルトの話ですけど、基本的にこうただ入れただけですと、まあ、ここがたごまるんですね。当然体の方がこう細いですから余計なこうものがここにたごまってしまうので、まあ後輪ベルト使わない方法もあるんですけども、基本的にはここは2枚ではなくて1枚にしてあげてほしいんですね。ですっきり持ってきたいですから、今こう見てるとここに2枚こう生地がですねこう入ったような形になってますので、でですね、まあ後輪ベルトの使い方ですけど、ちょっと胸をこう広げますけど、自分でこの身厚のところから手を入れていただいて、指をですね人差し指と中指で挟むようにして、そして薬指でこう上げていく。そうするとこうちょうど三角形のように今ですね生地がよいしょ、ここでここに三角形に上がってます。そしてここのおはしょりの部分は1枚だけ、この上の生地だけになってますから、そうした形に、まあ、こういうふうにですね、まあこういう感じにしてですね、で後輪ベルトを止める。ですから自分でやるときは、身厚口から手を入れて人差し指と薬指、中指で挟むようにしてこうひねり上げてあげれば、三角形になりますから、そしてこの三角形の部分の上の部分ですね、ここに後輪ベルトを挟んでいただいて、そしてちょうどこう背中の後ろを通していただいて、
でここにこうパチッと留めます。で基本的に後輪ベルトはこうまっすぐここにきちっと入れるというよりは水平にした方がいいですので、少しこう生地に対しては斜めになっているような格好になりますけれども、まあこういうふうにしてあげるとですね、ゴロつきが無くなってきますね。そして帯板を、あ、ごめんなさい、縦締めですね。で、縦締めを広げてあげてですね、そしてこうちょうど自分の胸元からですね、こう引き下ろすようにズルズルズルっとこうして、そしてちょうど背中の後ろでひとひねり交差をさせてですね、そしてこれもこうギュギュ引っ張るというよりは自分の手で両方持ってですね、一度こう手をこう広げてあげるとキュッと締まりますので、そしてそして2回から上げて、交差してねじります。そしてですね、まあうちの場合はですけど、これもいろいろあって、まあ綺麗にこの縦締めにかけるっていう方もいらっしゃいますが、基本的には結ばず、一度この紐の部分を交差してから下げてですね、この上にこう縦締めをこう乗せてかぶせるように、そうすると下はきちっと締まってますけど、まあ、今こう下げたことによって上の部分はこう空きができるから苦しくなくなるんですね。そしてビータをで、まあこれもできたら、まあ今こう使っているのはヘチマの腰板ですね。で、まあ通常の、夏物じゃなくてですね、冬物の、ものでもいいんですけど、蒸れてしまうことが多いので、できたらこうヘチマのものの方がいいと思います。で、私ども基本的にこのヘチマの板も差し込むタイプではなくて、最初に、こうやってベルトでつけるタイプのものの方が効く、まあ、着るときに楽というのが一つ、それからですね、ちょうど着物と帯の結界って言って間に入ってきますから、基本的にこう群れが少ないというふうに思いますので、基本的にこうしたタイプのものの方がいいと思います。で、基本的に、まあ、ここまでで、こう、浴衣の、こう、着付けという形で、帯ですね。今何分ぐらいかな。じゃあ、ちょっと、帯の結び方は、また、改めて、ここから続きを次回、こう、したいと思います。ということで、今日は、浴衣のこう、まあ、私が自分の体を使って女性もんの浴衣の着付け方ということでお話をさせていただきました。